岩瀬メジャーのゴミです。今日はですね、小栗武彦さんのシャゲさんのね、コンサートが終わりまして、そのちょっと打ち上げの最中にね、無理を言ってですね、シャゲさんにですね、ちょっと お言葉をもらおうと思いましてね、動画を回します。ありがとうございます。お疲れ様でした。ゴミじゃあ、10周年、はい、おめでとう。ありがとうございます。もうボビー・アトレードはね、すごいやっぱりあの物がね、かっこいいんじゃないかな。なんかジャケットとか、俺いろいろね、あの使わせてもらってるパンツとかね、革のあのね、なんかあの茶色のあれとかね、カーパンね、いろいろストラップとかね、その他にこう、あれなんていう名前したの、ギターにくっつけるやつ、ね、あ、そうやそうや、あれ今名前思い出さないけど、あのギターのストラップ、ギターのヘッドにつけるやつね、そうね、それとかね、一緒に、まああのこうシャゲさんからこれをいただいて助手を引退させてもらったんですけども、そういうのもとか、あとね、あの還暦祝いの時のジャケットね、ジャケットとかゴールドのね、鳳凰っていうのを作ったんですけど、それもね、まあ、あのいろんなことがあって数年後にお披露目ができて、ね、もう本当にシャゲさんね、いつも僕に力を貸していただいて、あの本当にあのなんていうの、パワーをいただいてます。こちらこそ。であのこういうなんか先輩が言ったらですね、やっぱこう頑張るっていう感じになるじゃないですか、パワーもらえるんですよね。今日の演奏もすごく僕は何とも言えんこう熱いものを感じたんですね。やっぱこうほんまにトリップしたっていうか、なんかね、自分もそういう、なんていうの、高みを目指していかなきゃなっていうのは、ノーリミットでね、行きたいね、はい、今後もいろいろ、ね、シャゲさんがお力をいただきますけどね、またよろしくお願いします。うん、はい、こんな感じでシャゲさんでした。